はい、どうもムックミュです。ホライゾン続きやっていきます。すごくちょっとね、間空いたから何してたかわかんないや。まあ動画では全然間空いてないと思うんだけど、物理的に私がリアル間空きしてるから、ちょっとね操作方法から分かってないよ。とりあえずクエストは確かこの太陽の町以外は、太陽の町とこれちょっと場所分かんないからやってないんだけど、これ以外は全部やったな。それでマップ内もちょっとフィルターが、マップ内もね、汚れ地域とかほとんどやって、あの収集アイテムも現状分かってる分は全部ね取ったところで止まってます。そして何をしようとしていたかというと、これだ。新しい町を見つけて、なんかねクエストが出てる場所があったんだけど、あ、こことか。新しいクエスト、あれ、ここもなんかあった気がするけどな。ここだけだっけな。ここと、あ、ここだ。新しいクエストが出ているので、ちょっと先にこれをやってしまいたい。ファストトラベル3個あるな。行こう。はい、ということで移動してきた。ちょっと待ってね、操作方法を思い出したい。 R1 で矢を変えて、これで構えて、あ、 L1 で矢構えんだ。矢を変えて L2 で構えて、 R1 を押すと弓矢を足せて、 R1 を離すと撃つで、丸が回避で、×がジャンプ、しゃがんだり立ったり。よし、 OK。 クエスト増やそうか。フェルナンド、特別な槍を持つ機械乗りの野良族、会えるなんて幸運だな。提案があるんだ。提案？それでフェルナンド、どんな提案だ？あの間抜けなカージャの王の時代に流れ者たちは貴重な品、何を、異物だ。古の者たちの、あんたの方が俺よりも詳しいだろう。だが運悪で、それを取ってきてほしい。なあ、いい計画だろう。あんたなら絶対俺よりうまく登れる。取って戻って登れる。報酬は二人で山は、その前に中身は見るぞ。
まあそれでもいい。おいフェルナンド、こっちを見ろ。あんたの槍を見てた。鋭い先端を機械に。そうだが、どうやって敵。仕組みは単純。なんだ。理解できないさ。うん。普段は何をしてるんだ。質のいい品物の交易だ。でも今回は買わない。俺も時には。なるほどなるほど。興味あったとして。取ってくればいいんだね。それを。異物はメサの黄昏の高台にあるはずだ。メリディアンの鳩場に持ってくれば俺たち。それはどうだろうな。増えた。やりましょう。これをここか。あ、なんかもう一個あるな、クエストが。どこだあいつか。なんか釣りしてるやつじゃない、じゃない。なんか橋の上に人がいる。やめろ自殺は。ほっといてくれ。あ、マジで。私は探し物をしてるんだ。びっくりした、自殺してんのかと。そうか、どうした、誰か落ちたのか。いや、17くらいの少女を。まさか飛び込んで死んだ。そんなのわからないよ。わからないよ、怒らないで。我が一人娘。他に誰が探してる。衛兵にも頼んではおいたが、期待はできないだろうな。友達に聞いたんだが、数週間話していないそうだ。探してはくれるさ。そこら中探してから思った。最後見たのはいつ。昨日の夜、家でだ。病気か。引きこもってたんだ。引きこもってる。しょげて。だから庭に出たいと言われて。いつもと様子が違うところがあったか。この頃は別人みたいさ。何があった。わからない。私の言うことすべて反対する。思春期じゃん。停戦を嫌ってて、そもそも戦争すべきじゃん。1ヶ月近くあの頃笑顔を見ていない。ずっと部屋にこもりきりなんだ。戦争中に嫌なことでもあったのか。戦争はみんな嫌う。共王の残虐行為のせいで都は、ね、もちろん今は停戦中だが、エリーダは今まで以上に怒ってた。探そう。追跡は得意だ。見つけてみせる。うちの庭だ。頼む。努力はする。太陽のご加護。おお、増えた。とりあえずこれ先にやろっか。こっちよし。あれまだあるな、クエスト。こっちの方に。あれまただいぶ増え、クエストが増えるな。いい時でも利益が出ることはめったにないの。特に果物はいかが。いかが。誰かに持ち、誰かに盗まれてるのか。そうよ、ほぼ毎晩ね。店を閉めるほどってわけじゃないけど。泥棒の手がかりはあるのか。倉庫の近くに古い皮が少し落ち。衛兵は調べなかったのか。野生動物の仕業だってさ。本当にそう思う。怪しい人はいるのか。ここの人はほとんど小さい頃から知り合いなのよ。食べ物ぬ。私なら追跡して追跡しよう。追跡得意だから。本当にありがたい。本当に川沿いにある私の倉庫から始めるといいわ。私に言えばいいのに。それじゃあ探してみる。また探し物か。もうないかな。うちだけよ。今日は何か買うかい。さあとりあえずクエストやるか。乗り物、あ、でもそこ降りてからにしよう。乗り物を呼び出す前に。集落から離脱。ちょっと待って。えい。あった、降りるところ。
降りる。ドーン。で、向こうに、ああびっくりした、届かないかと思った。こっからどうやって降りるんだ。降りれる。あ、もしかしてこっちから降りれない系。そんなバカな。下、あれ下に行けない。あー、よし行こう。ちなみに乗り物をね、いつでも呼び出せるようになったから、陸地の上なら前より移動はしやすくなったから多分。よいしょ、ここで呼び出すと、来た来た、今日はチャージャーか。さあ行くぞ、走り抜け、走り抜くんだ。敵がいても気にするな。ちょっと待って、こっちだ。いるな。バレてない、バレてないはず。よし、巻いたぞ。どこだ、こっちか。いけいけ。あ、もうつつくんじゃないこれ。ストップ。この先なんか敵がいる感じするな、そこ。あー、あれか、グレイザー。あ、でもこっちになってる。このまま行けば行けるんじゃないか。よいしょ、もうちょっと先か。あー、あれがいるな、ストーカー、ストーカーがいるんで。よし、くる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 、ストーカーを仲間にしよう。あれ、走ってこない。あ、来たかな。それか、ここからあれを撃つ。よし、あれ来ない、ここら辺にはいないの。跡形もなく姿を消す殺人。いるじゃん、いるじゃんね、そこに。おいで、来た来た来た。もうちょっと前に来てくんないと。今だ、よし、これで一安心。とりあえずあいつがどっか暴れに行ったら、そこにストーカーがいる印だ。ちょっとオーバーライドツール充電しとこうかな。と
とりあえず暴れないから周りにはいないってことか。と考えてちょっと先に進むのか。なんか引っかかってる。この先だ。あ、ここにもいるか、もしかして。これは有効的なやつかな。違うな。今ですね。もう一匹いるかな。うわあ、びっくりした。こいつは敵か。有効的な方だ。びっくりした。焦る。あっちか。ちょっとオーバーライドツールを回復して。こっちはいないか、敵。いるなあ、あそこ。足音が多すぎてどこにいるんだかわからない。あれ？ちょっと待って。来てる。全然見えない。なんかすごい音がするんだけどさ、どこにいるんだ。戦ってる、あそこで。多分いたんだろうな、ストーカーが。この回った先にあるな。ということはこっち側を。こっち側をちょっと端っこ歩いて行けばきっと大丈夫なはずだ。お、たどり着けるんじゃないか。お、いけそういけそう。そしてあそこに焚き火が。ちょっとこれもらっとこう。クイックセーブ。いるぞ。グリントホークがいるぞ。どこだ。あっちか。なんとか嵐に耐えるんだ。あ、嵐。この上か。見失った。あ、いいんだいいんだ。この上にどうやっていくんだ。こうやって。姉さんの黄昏。高くて手が届かない場所を見つけないと。フェルナンドを信じるならだけど。高くて手が届かない場所、とりあえず登りまくればいいんだな。登るところがどこですか。あれ、登るところが落ちた。登るところがなくないですかね。あっち、葉っぱで。
どうやって登るんだあそこ。あ、こっちかな。よいしょ。なんかいる音がするな。グリントホークは厄介だな。上、あれ、上、これ以上上ないのか。あっち行けばいいのかな。おお、驚いたな。本当に何かある。なんだこれ。やっぱり殻か。殻。槍の娘。やっぱりな。見つけたか。ほらどうだ、待ち伏せには最適の場所だ。さあ、その立派な槍をこっちに投げ落とせば命は助けてやる。騙されてたとか。私のことを知っていて、私の腕も知っている。なのになぜうまくいくと思うんだ。勝ち目はあるさ、捕らえろ。なんで来たんだ。どこにいんの。よいしょ。あー、必中。ちょっと待って、逃げてる。女が上にいるぞ。よし、ヘッドショットすればいけるかな。止まれ止まれ。あ、外した。よし、イエイ。まだ来るのか。あー、外した。もうここまで来てもらった方が楽なんじゃない。受けるだけじゃなく攻めて。うう、結構食らう。どこだ、見えなくなった。ちょっと待って、こっちじゃなくてこっちの方がいいか。で、戦っちゃダメだ。戦っちゃダメだ。よし、これでいこう。よし、いるいる。こいつ、どんだけ下手なんだ。今ので最後だ。でもフェルナンドは逃げた。きっとメリディアンの鳩場に行ったはず。ちょっと待って、今さ、奇襲を撃退する。すごい、下手くそになってるね。まあ前からそうだけど。2個ぐらい作っとくか。よいしょ。あいつなんか追い込んだとか言ってたけど、逆にここすごい戦いやすかったけどな。シャード。アイテムがいっぱいだ。シャード。